こんにちは。前回に引き続き、肝臓の働きと肝硬変の時の特徴を分野横断的に勉強していきたいと思います。前回お話しした通り、分野横断的に学ぶとは、例えば正常な臓器の働きを理解した上で、その臓器が疾病によってダメになった時、この時の症状をリンクさせて覚えようというものでした。そして肝臓の状態には正常に働ける状態と肝硬変の状態、そして肝硬変の状態にはまだもうちょっと正常に働ける状態とほとんど働けなくなってしまった状態がありました。これらをそれぞれ代償期、非代償期と呼び、前回はこの非代償期と正常な状態とを比較していました。正常な肝臓の働きリストをもう一度ここに掲載します。ものすごくざっくり示すとこの9種類でした。このうち前回はリストの1番目から3番目までを確認していました。そして今回は4番と5番について見ていきたいと思います。それでは早速やっていきましょう。肝臓の働き4つ目はビタミン D の活性化です。これはショート動画で一度紹介していますが、もう一度確認してみましょう。小腸で吸収されたビタミン D は肝臓と腎臓で活性化されて、もう一度小腸に運ばれます。小腸ではカルシウムが吸収され、血中や骨へと取り込まれていきますが、活性型ビタミン D は小腸でのカルシウム吸収を促進してやります。吸収が促進されるので、血中のカルシウムはこのように上昇していきます。血中のカルシウム濃度が高くなると、このカルシウムを貯蔵するために骨にたくさんのカルシウムが取り込まれていきます。これをまとめると、活性型ビタミン D は小腸でのカルシウムの吸収を促進し、結果として血中カルシウム濃度や骨へのカルシウム取り込みを促進させます。さて、肝臓がダメになってしまうとどうなるでしょうか。肝臓がダメになるとビタミン D の活性化ができなくなってしまうので、活性型ビタミン D による小腸でのカルシウム吸収促進もできなくなってしまいます。カルシウムの吸収がほどほどにしかできなくなってしまうので、血中のカルシウム濃度も先ほどのように高い濃度までは吸収されていきません。そうすると骨に取り込まれるカルシウムも少なくなってしまいます。さらに血中で足りない分のカルシウムを骨から取ってくることになるので、結果として骨の中からカルシウムがじわじわ減っていき、骨粗鬆症のリスクが高まります。まとめるとこんな感じです。肝臓がダメになるとビタミン D を活性化できず、活性型ビタミン D の働きであるカルシウムの吸収促進ができなくなってしまいます。その結果、カルシウムの吸収ができないので骨粗鬆症のリスクが高くなっていきます。ただしここで注意なのが、血中のカルシウム濃度が低くなりすぎて低カルシウム血症になるということはありません。血中のカルシウムの濃度が低下した場合、骨に貯蔵しているカルシウムを血中に放出するシステムがあるので、よほどのことがない限り低カルシウム血症にはなりません。ちなみにビタミン D は肝臓と腎臓の両方で活性化を受けなければいけないので、腎臓だけが働けない時も同じような状態になります。当たり前のことですが、ここで一度確認しておきましょう。さて次です。肝臓の働きの4つ目として、タンパク質の一つであるアルブミンの合成があります。アルブミンは低栄養状態を見るときに血液検査で調べる項目として知っている人も多いと思います。アルブミンの働き自体は栄養素の輸送と浸透圧の調節です。それぞれ見ていきます。アルブミンの働き一つ目です。栄養素の輸送についてですが、イメージはトラックだと思ってください。肝臓には全身に配るための栄養素が準備されています。この栄養素は例えば脂肪酸やミネラルがメインです。厳密には栄養素ではありませんが、酵素や薬剤などもアルブミンで運ばれていきます。これらの栄養素を乗せたトラックが全身へと栄養素を配達していくイメージです。この時のトラックがアルブミンと思ってください。そして肝臓がダメになってアルブミンが合成できなくなってしまうと、当たり前ですが運ぶためのトラックがなくなってしまうので、全身に栄養素を運べなくなってしまいます。これが肝臓がダメになって
アルブミンが合成できなくなった時の問題点の一つです。運搬するためのアルブミンが合成できなくなってしまうので、全身に栄養素が運べなくなってしまいます。次にアルブミンの働き二つ目です。アルブミンは浸透圧を調整します。正確には結晶硬質浸透圧というものを調節します。浸透圧については以前の動画で説明したので、おさらいをする場合はお手軽版第19回を見てください。ここでは単純に濃度が濃い方に水が移動するくらいで定義してみましょう。先ほどのトラックからわかるように、アルブミンは全身に栄養素を運ぶために血中に多く存在しています。肝臓がダメになってアルブミンが合成できなくなると、当たり前ですが血中のアルブミンが少なくなります。そうすると血中のアルブミン濃度が低くなるので、血管の中の水分が血管の外に流出してしまいます。血管の外側はたくさんの細胞が集まる組織や腹腔というお腹の中の空洞なので、そこに水がドバドバ染み出していってしまいます。この結果生じるのが浮腫や腹水と呼ばれるものです。肝臓がダメになってアルブミンが合成できなくなると、血液の浸透圧の調節ができなくなり、浮腫や腹水が生じてしまいます。これが肝臓がダメになってアルブミンが合成できない時に起きる問題点の二つ目です。今回のまとめです。今回お話ししたビタミン D の活性化とカルシウムの関係、そしてアルブミンの働きを二つ、さらに肝臓がダメになってしまって、上の二つができなくなるとどうなるのか、もう一度しっかりまとめておきましょう。最後に確認問題です。ビタミン D が活性化される臓器やアルブミンの働きについてしっかり説明できるようにしておきましょう。今後別の範囲の勉強のところでまた関連してくるので、しっかり押さえておいてください。本日はここまで。お疲れ様でした。これからも分野横断的な解説や対策動画を出していく予定です。もしよければグッドボタンとチャンネル登録よろしく。